はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャルやっていきたいと思います。今回も暁大付属でピッチャーを作っていきます。でデッキの方なんですけれども、1周年記念で手に入れた立川ですね、立川をちょっと使っていきたいのでこういう編成になってます。で上3人が後イベで、下3人が前イベになってます。でこのデッキのいいところは、まず立川、アンヌ、葵ちゃんの3人で憧れですのコンボが発動するのと、さらに立川、葵ちゃんの2人で、投手討論が発動する、感じになってます。でさらに、四条兄弟で、コンボが発動するので、コンボがね全部で3つ発動するというデッキになってます。でさらに、四条兄弟2人いるので、打倒ポイントもねかなり下げやすいデッキとなってますので、全員打倒を目指して、やっていくのと、一応ね技術のコントロールキャラは、みずきちゃんにお任せしますというところ でただちょっと悪い点が、葵ちゃんとみずきちゃん折り変かぶりをしているところと、立川とアンヌが、金徳かぶりですね、両方とも、怪物級位になっているので金徳がかぶっているというところになります。ここはね暁大付属特有の全員打倒で、金徳を一つでも取っていきたいので、全員打倒を目指していきましょう。じゃあ練習の方、見ていくと特にって感じだな別にどこでもいいけど、みずきちゃんがね評価低いんで上げてはいきたいけど、スタミナ練習をいきなりやるのもな。変化球練習をやっておきますか。あとはね全員打倒できるかっていうのはね結構運もね絡んでくると思うんですよ。一緒に練習した時になんか勝負するじゃないですか、あそこでね下げられるとすげー楽なんですけど、負けるときついんですよね。で四条は最初の方に下げていきたいけど、ここいいね。アンヌはタイピンとなんだっけ打球反応だっけ、2つコツを持ってたと思うんですけど、打球反応か、打球反応はね敏捷ポイントをね使うんでちょっとそこがネックですよね。ただ暁台をやってるとその打倒ポイントを下げる関係で守備もね踏むことがあるんで、そこは守備を踏んだ時に取っていきますか。どんくらい必要なんだっけ、15か、2回分くらいの練習が必要だね。かといってもう追求をする必要はないので、これはちょっと体力の関係とコツの関係と評価の関係でメンタルをやっておきますか。さあ何をくれる、重い球、よし。これはやろう、少しでも打倒ポイントを下げる、二宮いいね。これはもう余剰にして、余剰は早々に倒す、でスミカちゃんの評価も早々に上げていくと。これで打倒ポイントいくつになるの、2下がるでしょ、もともと8スタートで SR でどんだけ下がるんだっけ、もうよくわからんな、もう2になってるわ。ここはじゃあ守備を踏んでおきますかと言いたいとこだけどな、まだ早いかな、3人いるしね。まだ早いか、ちょっとここは3人下げておくか。なんか1回どっか普通にサクセスやってた時、3人くらいねその勝負だってやつでね勝ったんですよ。めちゃくちゃ早かったっすね、全員打倒すんの超楽だったんだけど、ここは余剰を下げておくか。だいたいこのイベントが始まるのが余剰を倒し終わった後だから3本末にするんだけど、今回はしょうがないか。で余剰が倒せてかつ五十嵐がいるんで、ここはメンタルを踏んでおきましょう。であとはスミカちゃんの評価を上げつつ打倒ポイントを下げていくと。早いね、
でそう、初期メンバーってまあしょうがないっちゃしょうがないんですけど、経験点がねそんなに美味しくないのと、あと割とね体力をね削ってくるんですよね。怒りはもうとか12あるのか、まあ怒りはわりかし下がっていくからいいんだけど、ここはちょっとスミカちゃんの評価を早めに上げましょう。前回のね野球マン3号の時、せっちゃんを結局クリスマスに間に合わなかったんでめちゃくちゃ寂しい思いをしたんで、ここは素直に教えてもらって取りに行きましょう。でこれはちょっと確実にいきます。でタイピンのコツをねわりかしみんな持ってるんですけど、タイピンはもう3とかで掴んじゃっていいかな。多分精神がね結構余ると思うんで、でここはどうしようかね、メンタルで回復するか、まあ、立川の評価も上げておきたいので、多分精神がわりかし余るかな。やっぱりあ、憧れです。早いね。てかこれはアンヌが2人に憧れてるっていうこと？あんまりさ読んでないから分かんないんだけど。立川も食うね。まあこれは付き合っていきましょう。よし、評価がめっちゃ上がるし、まあ、経験点もね全部で100ちょい入ってタイピンのコツもつかめるんで、これはまあ体力あるから受けますか。もうちょっと減ってたら休んでもよかったですけど、でこれでねタイピンのコツをどうするかなんですよね。1人か、1人か、いないなスミカちゃんいないな、どうしよう。まあ変化球練習するか。葵ちゃんもね最近マリンボールくれないからね。お、これでコンボが発生したからタイピンを取って、でタイピンはもう掴んじゃいましょう。スミカちゃんの評価も上げつつ体力も回復しつつ、なんだかんだでこのコンボは結構いいですね。なんか最初の方まあおまけ程度かなみたいなことを言ってた気がしますけど、ただまあこれはね体力が減ってる時に来てくれないと確かに微妙っていうのはあるんですけど、でタイピン42の56か、まあ、全然いいでしょう。で変化球、うわやりたいね。まあちょっと葵ちゃんが間に合ってないけど、ここもいいね。どうしようかな。いやでもこれは踏んでおこう。こういうことをでもやってるとね打倒が間に合わなくなるんですよね。まあ、筋力ポイントはちょっと不足すると思うんで助かる。でこれはどっちの、あそうか、まだ選択肢ないのか福井部だから、ここが良かったな。さすがに無理だな。寝よう。おー、ちょっともったいなかったけど、まあ来てくれたんでいいでしょう。ちなみに今回ね45をお借りしてるんで、やっぱり初期評価高いっていうのはかなり有利ですよね。そしてくれる経験点も大きくなってるんで、よし、さあここから打倒していこう。六本木を減らせるか。六本木を減らしていこう。立川のね得意練習率アップっていうのもやっぱり結構効いてると思うんですよね。さてさてさて、練習頑張れ。スミカちゃんか、まあ、こういう時はね怒りが来てほしいんだけど、これはここがいいですね。葵ちゃんまだ足りてないんだ。
そうそうそう、やっぱね、みずきちゃんがね、ここもね4人いるからやりたいっちゃやりたいけど、まあ二宮は先に倒しておきたいキャラなんで出していきましょう。これはそうするとすみかちゃんのデートが結構早めに終わるかな。葵ちゃんもね削ってくるよね体力を。メンタル、お、これすごいね。これはメンタルをやろう。メンタルにこれだけ集まってんのも珍しいな。やっぱりメンタルって来る確率が普通の練習と比べて少ないみたいですね。全部均等な確率じゃなくて、まあ、他の練習がどんだけ振られてるかは分かんないんですけど、精神練習はね来る確率が少し少ないって言われてますよね本当にみんなさ、そういう情報どっから手に入れてんのっていう。で誰もいないと、五十嵐が倒せんのか。五十嵐ね、何気にね残しておきたいんですよね、復活なんで。六本木と二宮がいてね、一ノ瀬もいるし、すみかちゃんもいるから、ここは一回スタミナを踏んでおくか。でスタミナ上げようか、少し40にしておこう。できれば先に六本木を倒したい。ラブパワーがここできたか。ちょっと体力がないんだよな。あ、でも回復してくれる。座禅するとさ体力回復するんだねよくわかんないけど、まあでも六本木倒せるから倒すか。こっちもな、7位か。三本松も結構減らせられんね。よし、ここは六本木倒そう。いやー前半調子いいね。これはかなりいいんじゃないか。変化球レベルも上がってくれたし、五十嵐のカウントが下がって、怒りのカウントも下がって、でくまなく観察して、まだラッパー続いてるね。 7%、 葵ちゃん1人か。ちょっとそれは微妙だな。みずきちゃんがまだか。ここで二宮もね倒せるのか。倒したいね。 2%。 三本松、八島、つくも、いや倒したいね。二宮倒そう。で次あたりはさすがにデートしないと体力がきついかな。お、ここはここどうすっかな。7位とかを下げるか。怒りは下げなくていいと思うんだけどな。最悪コツが来た時に追求しておけばわりかし減らすことができるんで、7位先に倒して3本松カウント上げて五十嵐とかで下げるか。上昇腐敗、で7位が1下がって、これはメンタル、あー7位3本松、3本松がでも1になるのか。そうだね、で一ノ瀬を倒した時にもまた下がるから、で五十嵐を倒した時も下がるでしょ。これはちょっと7位倒しちゃおう。倒しにかかろう。あれでもこれでみんなまた1上がるんだっけ。まあ、チームメイト評価を上げていかないと。みずきちゃんが辛いんですよね。みずきちゃんが、でここは上にするとね体力をね
あれしまった逆だった体力を削られるっていうのが痛いんですよね。でここはもうさすがに練習ができないからちょっと上げとこう。まずフォークのコツがあるんでフォークは置いとくでしょ。でクレッセントムーンとマリンボールがあるから進化系も取らないでしょ。でそうするとやっぱりカーブか、カーブを2個、スライダーを2個、3球種取っとくか、シュート、いや待ってそこでフォークを取りたいのか、置いとこう。まだ折り辺が進んでるわけじゃないんで、でこれで12月の3週で練習をして、でクリスマスを迎えて体力回復して、まあなかなかいい感じだね。お、いいねいいね、ここで体力を削ってくれるのは助かる。どうせクリスマスで回復するから体力は少なければ少ない方がいい。はっ、でも瑞希ちゃん回復してくれるか。あ、でも瑞希ちゃんはね評価がやっぱり低いんで、こういうイベントが起こってくれるのは助かりますね。変化球は無理か、まだ瑞希ちゃん足りてないよ。3本松が下げられるけど、とりあえず八島とつくもを下げておきましょう。わりかし片付いてるよね、主人公の部屋も。これって自宅なのかな。さて、メンタル、普通にコツを踏んでおくか。一ノ瀬だいぶあるな、まだ。五十嵐三本松、一ノ瀬下げておくか。みずきちゃんのコツを踏んで、まあ、みずきちゃんはねクロスファイヤーだけなんで、これがね野球マン2号になって金徳クロスキャノンになってくれるとだいぶいい感じになるんですよね。折り辺が被らなくなるんで。さて、葵ちゃんのマリンボールが進んできたのと、翌週が投球試験があるんで少し変化球を上げますか。よし、大吉。いやー、やっぱり SR プラス5、めちゃくちゃ経験点もらえるな。スライダー、カーブ、アンヌちゃんがなフォークのコツをくれないけど、どうしようかな、フォーク諦めるかな。それはそれでもったいないよな。あと3でもう1個吸収が取れんな。ちょっと置いとこう。でここは一ノ瀬三本松の6、今何人、 1,2,3,4,5,6 人。カウント的には八島碇三本松が若干多めか。2人減らしておくかな。つくも、碇、八島、スタミナだな。さてさてさて、やりましょう。これは三本松ぶっ倒してやるぜ。俺のカーブを見ろ。うおー怖い、打ってくるね、ミート F のくせに。うわー外れた。そう、あんまりね、だから角を狙いすぎるとねボールになるっていうのがあるからね。もう配球パターンはあんま考えないっすね。
サクセスの時は割と適当に投げてます。よしよしよし、これで、まあ、最悪ホームラン打たれたとしても20ポイントは確保できるんで。ミートがね、小さいキャラはわりかし楽ですね。パワーがあったとしても時々ね、一発で持ってかれるんですけど。よっしゃー、4も下がったぜ。で、ここいいね。メンタルも見てみようか。3本松が倒せるけど、まあ、ここはみずきちゃんでいきますか。みずきちゃんはバントフィッシュと取っとこう。で、クロスファイヤーも取って、で、キュイーンといきましょう。てか1の世話マジで。早い、ちょっと早いかな。覚えておけばよかった。最悪クレッセントムーンにかけるか、まあ、一応これは一応っていうのもあれだけどやりましょう。どうかな。おお、投げられた。体力をめっちゃ持ってかれたけど持ってかれたけど、これはもうデートしないとマラソンで死ぬな。全回復するかな、まあ、ただ六本木をね倒してあるからね、体力的に余裕はあるはず。うん、マックスまではいかなかったけど、まあほぼマックス。あ、にぎにぎボールもらえる可能性があるから変化球上げとけばよかったな。そういうところのね、爪がね甘いんですよね俺は。すごい上りか。どうしようかな、思いっきり飛ばそう。これは順位を上げるチャンスまたすごい上りか。さすがにもう無理だな。少し飛ばすか。下り、これもちょっと抑え気味に走ろう。で、最後思いっきり飛ばそう。下りか。うん、何位だ結局。5位か。で、コツがあるけど、コツがあるけどアンヌ。ここで五十嵐を倒して3本松が減って、一ノ瀬がだいぶ残ってるね。ただ珍しいな、アンヌがな。タイピンはもう取ったでしょ。打球反応やっぱりね、臨床がないから厳しいね。とりあえずオリジナルを上げとこう。4球種目っていうのがやっぱり欲しいっちゃ欲しいんですけどね。球速だし、倒しておくかな。ペース的には悪くはないよね。でこれで3本松も余裕で倒せるでしょ。で体力回復するでしょ。あ、一ノ瀬にしとけばよかったかな。ただやっぱりね、体力回復できるっていうのがでかいからね。でもそうか、あれか、バレンタイン前だったか。一ノ瀬にしとけばよかったな。これ3本松倒したらちょっとカウントの上がりが、1、2、3、4か。でもまだ怒りを下げておくか。ちょっとアンヌを、おお、打球反応。おお、この体力で来るか。あれ、これ何どういうイベント。地獄座禅、ちょっとやめておこう。どうせここで回復するからね。
で、タック。あー、ここ、あ、今、何人いた？ 2 人いるね。これもな、やっておきたいと、いや、やっておきたいんだけどな。うん、まあでも、ダブルタックはね、でかいよね、本当に。これはダブルタックに走りましょう。やっぱり立川の得意練習率アップっていうのはすげえいいよな。これで一ノ瀬も減らせられるでしょ。かつアンヌもいる。いいね。これは一ノ瀬を減らしにかかるっていいよね。もうちょっとな、カウント3のやつらも減らしておかないといけないけど、なんだかんだででもな、詰まりそうだな予定が。33か、33はちょっとやっぱり減らしておきたいよね。ただデートをして回復させましょう。すごいね、スミカちゃんもクマができるほど調べるって。あー、これお疲れにしたいけどね、お疲れにしたいけど、体力もマックスだし、タイピンも取ってあるし、もう少し練習しよう。敏捷ポイントがね、全然足んないんだけどね、クイック取っても。ここで一応敏捷は稼げるといえば稼げる。で3本松を倒すと、あと3人。33はきつい。33はさすがに無理。一ノ瀬倒しても、いや33は無理でしょう。ヤシマを下げておこう。ここは下げる方向に行こう。守備のコツもちょっと行きたかったけど、打倒を目指そう。これはどっちだっけ、上でいいんだよね、なんか選択肢的に。なんかアンヌとか久々すぎて忘れたな。これもね、結構削ってくるんですよね、体力を。うお、27とか。27はでかいよな。予定がめちゃくちゃずれたな。本当はここでつくももな減らしておきたかったけど、メンタルで回復しとくか。削ってくるね初期メンバーはな、やっぱり削ってくるっていうのが痛いよね。一ノ瀬三本松二人倒せんのか。怒りも3だしな。でも悩みどころだね、これは。減らしとこう。よし、ただこれで回復してくれるのはでかい。しかもタックが来てる。誰もいない。つくもが1にできる、両方1にできる。どっちだあれ、何人いる。 1,2,3,4,5。 あ、まだこんだけいたか。ミスったな。つくもをじゃあ減らしておこう。待てよ、ここで一ノ瀬を先に倒して、他のやつらつくも、いや待て、こうだな。最悪一ノ瀬を最後に回すっていうのもありですからね。勝利の星なんで金得的にはね全然いいんですけど、ただ先に倒しておきたいっていうのがやっぱりあるんで倒したいな。 20% か、ちょっと厳しいな。それはで、なんだかんだで4月か。でスミカちゃんは次が最後ですね。最後はね、体力の回復量が少ないっちゃ少ないんで、いけ。あれ、わりかし成功するね、怪物キウイ。投資討論。
これどんだけくれんだっけ。ああいいねいいねいいね、39、39、80くらいくれるか。これ3本松が倒せる、一ノ瀬倒せる、怒りと矢島が減る、これはもうスタミナだな。で残ってんの誰だっけ。3本松で矢島はあれだよね、なんだっけ、クイックが速くなるやつ名前が出てこないめちゃくちゃ敏捷を使うやつ、これなんかすげえド忘れして名前が出てこないんですけど、クイックの上位のやつっす。だからちょっとさすがに最後には回せないでしょ。打たれ強さ取っとこう。で変化球はとりあえずじゃあこうして伸ばして球速を上げておくか。142くらいにしとこう。でスタミナもちょっと D に上げておいて、コントローラー C に上げておいて、でこれでここを踏むと。まあやっぱり怒り守るが一番安定してるかな、最後に倒すのは。まあ、増えて減って、これ結局プラマイゼロっすね確か計算したら。で、あそうかこれはもうあれか、選択肢なしか、投手討論が始まってるから。で肉食っていいねいいねいいね、でまた練習ができると。でここでまた2人ぶっ倒せんな。でそうすると八島と怒りが残るんでしょ。つくもって左キラーとかだっけ。これはそうだな、最後には怒りだな。よし2人ぶっ倒そう。であとは八島を早急に倒しにかかると。で11でしょ、で下がるでしょ結構来るなこの練習。無理無理無理、もう無理っす。どうだ。そうこれでね、なぜか重い球をつかめるという謎の仕様ですね。ヤシマ増やしておこう。ちなみにさ、ヤシマとイカリ同時だったらどっちになるんだ。お、掴んだ、いいね。で、まあここはねそんなに経験点が変わるわけじゃないんでお任せしちゃいましょう。そうすると怪物球は取っていいでしょ。球持ちももう別にコツは取れないんで取っていいでしょ。こんなもんか。クイック取りたいね。そうすると、あ、打球反応もまだ取ってないんだ。結局クイックって1だと31も必要なんだ。無理だなこれ。そうするとね、彼女キャラでやっぱり敏捷ポイントをくれるキャラっていうのがすげえ貴重っすよね。それを考えるとね、しぐれちゃんが強化されて敏捷ポイントくれるようになったみたいなんで、しぐれちゃんもねいいと思うんすよね。まあ、告白1回で成功するようになったし、仮に2回目にやったとしても経験点がめっちゃもらえるし、そうするとみずきちゃんのこのクレセントムーンとかマジどうでもいいんだけど、これどうしよう、切っちゃおうかな。もっと熱くなれって切れるんだっけ。これ選択肢やったことないんだよな、もっと熱くなれっていうのなんかめちゃ下がったんだけどまあいいや。で5月でしょ。5月中に八島を倒そう、確実に。できれば5月の2周で倒す。
ただそこまでの体力があるかどうか。みずきちゃんがなだいぶ減らしてきたからな。でこれめちゃくちゃ確率高いっすよね、かなりつかめんの。まあ受けるは受けましょう、ポイントのために。だここでねもうすでにヤシマを倒せてるとだいぶ楽なんですよね、怒りのポイントが減らせるんで、まあ、減らせるんでって言っても打たれないことが大前提ですけどね。ただまあ怒りもミートは小さいキャラなんでそんなにポコンポコン打たれるイメージはないんですけど、たまーにスコア切りますね。やっぱりね一番嫌なのがね7位っすね。もうミートのデカさとパワーが両方あるんで、それこそピンポン玉のようにね持ってかれますね。3本くらいねホームラン打たれたりする時があるんで、でプラスヒットも打たれると。わあ今のは取れなかったか。まあでもヒット1本だと30ポイントか40ポイント確かくれるはずなんで、40くれますね。よしよしよし、さてさてさてこっからだよ。もう余剰の評価マジどうでもいい。メンタルにはいない 13% くらい。両方倒せるけどこれ両方倒すとマジどうなんだ。やめとこう、無理だ。あれスミカちゃんまだ、これあったね。どうする、これ体力回復できるかな。フルティーサまずま体力が減るわけじゃないんで、まあいいっちゃいいんすけど。怒りいない、いないぞ、マジか、どこに行ったどこに行ったヤシマお前ふざけんな。これちょっと立川だな。じゃあうん、あ練習で、でヤシマメンタルか、しょうがない、やろう。追求をな一回もしてないからな。でこれで2上がるんだよね。あれこいつもそういえば終わってなかったか。よし行くぜ。まあこれはもうどっちでもいいわ、コテってなってもコテっていやーほんとでも優秀だよな余剰は。どこ行った、これもマジで下げることに専念しないと無理だから。んん、おお、いいねいいねいいね、やろうやろう、ありがとうございます。よし OK。 いやこれはもう頼まないよ、失敗する可能性があるからねこいつありがとうございます、体力も回復させていただいて。でスタミナか、やろう、コツも来てるしね。みずきちゃんスタミナを上げておくか。そうするとどうしようかな、精神ポイントやたら余ってんな B にしとくか。じゃあこれも技術を使っておくか。 OK、 イカリ君打倒。いや、 やっぱね養生兄弟両方いないと無理だわ俺全員打倒はもう必須だな養生兄弟。いやーこれで練習に集中できるね。あとは甲子園に行って奪三振を取ると、
それだけだな。ここはコントロールでコツもあるし踏んでおきましょう。精神ポイントマジで余ってんな。2パーか。これはこっちでいいかな。練習レベル高いとやっぱり経験点めちゃくちゃ伸びるね。あ、そうだフォークなんてあったね。これは話術のコツをつかむと。で、7月の1週に来たんで、まあお一人だから寝ておきますか、ここは。ちなみにフォークって取ろうとするといくつ ?362 とか無理だなこれ。4球種やると145か。マリンボールがな、4球種目で取れなかったのかな、やっぱ痛いけどな。せっかくフォークのコツつかんだからな、4球種目取るか。まあ、エピローグの経験点とか試合してればわりかし変化球ポイント入ってくるでしょう。めちゃくちゃ楽観的だけど。であとは結局奪三振仮に取れなかったとして、結構重いねドクター K。自家取りは重いわ。鉄腕めちゃ軽いわ。やっぱり1でこれだもんな。内無双、まあ、これもね精神ポイント結構使うやつなんで全然自家取りでいいですね。やっぱり優秀だよな養生兄弟は。でここは寝るしかないんだよね本当に。寝よう。でサクッといきますか。サクッと。ちなみにね暁台のねサクッとはね勝てるみたいなんですけど、俺全然勝てないっすねこの前ここに負けましたかねバス停前高校にね普通に負けた。延長まで行って負けたのかな。結局ね1点も取れなかったんですよ。1点も1対0で負けましたかね。うおーこいつらは本当にバントなどさせん。無理だ。大体さ、このさノーアウトでさ塁に出てるっていうのがさすげえ嫌なんだよね。ってくれ。あれ当たっちゃったか。わりかし外したつもりだったんだけどな。当ててくるね。いやめちゃくちゃ当ててくるねこいつ。肩もかなり投げさせられたな。田中山くんじゃないか。田中山くんは危険だ。あ、入ったか。今ちょっと外したつもりだったんだけど。振ってこないか。フォークで落とすか。オッケーオッケー。大体ね1回に1回回ってきますよね。調子がいいときはねほんと回ってこないんですけど、回ってくるときはねマジ毎回回ってくるからね。まあ、守備陣はね悪くないんで全然いいんですけど、守備陣がね動きが悪いとほんとイラつくっていう。ちょっと微妙なところに投げちゃったけど、ノーアウト1、2塁とかね、わりかし打たれるよな。また田中山くんだ。もう1球落とすか。同じ球で。おお、これはめちゃくちゃ際どいところに打ってきたな。二宮がな、本当にキャッチャー持ってないっていうところがめちゃくちゃ残念なとこだよな。サクセスでも使いづらいし、試合でも、あれまだだ、そうだノーアウトだったんだ。もう終わったかと思った。最後はでもあっけない幕切れだったな。
頑張るよ中山くん。コントロールかメンタルか、まあ体力が減ってるっちゃ減ってるけど、減ってるけど精神そんなんいらんからな。もうさて休息か立川、コツがねまだあんまりつかめてないんだよね立川実は。まあ重い球はね掴んだから最低限のことはしたとして、てか敏捷ポイントマジやばいな、足りてない、最悪無理だな、どうしようかな。ここで回復させるっていうのも一つありといえばありだけど、コツをつかむか。練習しかしないな、追求しよっかな。次もサクッといくで。変化151、フォークいくつ、あ上げられんね、よしよしよし。投手とかもう覚えとく、とりあえず根性もつけちゃっていいと思うんだよね、つけよっか。よし288か、ちょっと待ってなんとなく怖いな。投手と根性だったら根性の方が良かったかな先に投手取っちゃったけど、スタミナが切れた時にねなんとか投げてくれる。うわなんとかしのぎたいけど危ねえ。第2球投げた、ストレート決まってストライク、簡単に2ストライク追い込んだ。次が4球目投げました、よーし OK、 このまま行ってくれ、よしよしよし、いいねいいねいいね。ノーアウト1、2塁点を上げたい9回です。ちょっと頑張りすぎだよ、もう9回に諦めろ、もう我が暁大付属には勝てないのだよ。わりかしスタミナ残ってるね、ただあんまり打たれてないから。OK、ピンチを連続三振でしのぎます。ランナー2人を置いて迎えるバッターはいいの。第2球投げました、空振り、1球よしよしよし、これはいけるな、フレよーし OK、 調子いいね試合も。まあまだまだ3試合残ってるけどね、どこまで進んでいけるか。これはメンタルがある、メンタルがある、やりたいやりたいけど追求もしたい。立川一回コツを確認しよう、打たれ強さは取った、タイピン取った、伸び尻上がり対強打者か、欲しいね、どれも欲しいね。これはちょっとコツに走ろう、確実にコツを取る。尻上がりよしよしよし、先発だからな尻上がりも助かる。そしてここで奪三振をもらう、怒りとの勝負。まずは俺の決め球マリンボール、おー危ねえフライになるとな、お入ったラッキー、振ってくれ、あとは振ってくれればそれでいい、ここで振ってくれ、よし。いやこのコンボいいよね、ドクター K を取って奪三振を取るっていう、別にコンボでも何でもないんだけどコンボだよね。ここは寝よう。ここもサクッといきましょう、サクッと、怖いなサクッとって本当に怖いよ。でドクター K を取ろう、あと尻上がりも取ろう。ドクター K、それでも技術100か、やっぱり使うね。で球速145、スタミナもちょっと上げたいっちゃ上げたいけど148くらいまでだったら大丈夫かな。よし勝負だ、
石壁。石壁の戦い。いや、俺あんまり三国志とかもね詳しくないんですけどね。名前くらいはねやっぱ聞いたこと多い。ノーアウトかよ。先制のピンチです。ノーアウトランナー二塁という場面で悲しいぜ。打った、取ってくれ。無理か。第2球ストレートはボール、カウント1ボール1ストライク。スライダーはボール、カウンター2ボール1ストライクです。取ってくれ。無理か。取ってくれ。無理か。取ってくれ。よーし。若干危なかったな。バッターは3番カン、投げました。フォークボール見送ってストライク。カンウとかパワーヒッターなんだ。打ちました。ファール。あんまり戦ってないからわからんの。カウント1ボール。スライダーを外に逃がそう。もう振ってくんないか。さすがに甲子園だけあるな。三振。オッケー。バッターは4番。で、ソーソーが4番か。初球とチャンス。パワーヒッター系は持ってないんだね。見送ってストライク。たこうやって持ってるし、ただ強振にしてなかっただけか。怖い怖い怖い。低めに集めて高めに外して、ここで落として決める。オッケー。あとみんなお願いだ。ノーアウト。さノーアウト1・3塁とかさ、マジ絶望的なんだけど。今日はセカンドゴロと三振。第3球を投げた。3球目ストレーク。バッター追い込まれました。外れた。送らない。カウントは2ボール。これはよし、取ってくれ。よけよけよけ。パスの横取りました。ワンアウトランナー1塁3塁に変わります。初球カーブ。よしよしよし。タイミング合いません。どうだ。おお、お見事。なおもピンチが続きます。まあ、ピンチが続くのは確かだけど、だいぶ楽になったな。初球マリンボール空振り。第2球投げました。超際どいところに投げる。これで追い込みました。いいね。投げました。ドクター K、さすがだ。空振り三振。だからさ、このさ、ノーアウトってマジ何なの、こいつ。ノーアウトランナー二塁という場面で、そうそう。今日はここまで3打数ノーヒット。二三振。そうそうじゃないか。見送ってノーヒットだけどさ。ワンボールツーストライク。低め。タイピンいいよね。カウントはツーボール。フォーク2でもさ、こんだけ落ちるもんね。低め。フォークはダメだ。カウント3ボール2ストライク。あ、これは。レフト前クリーンヒット。バッターはやばいな。1点もやれないぞ。さあ次の投球。インコースのボール。怖い怖い怖い、マジで怖い。第3球を投げました。見送ってストライク。2点とかね。投げました。アウトコース。簡単にひっくり返されるからね。この際どいところに投げる。うお、1点取られたか。ショカツとか言ってこいつ2と A なの。初球はストライク。第2球投げた。これは上がった。無理か、取れないか。まあ、しょうがない。オーケーオーケーオーケー、危ない。ほんともう怖いよ。いや、スタミナないよ。もうボコスか打たれてんな。これ交代だぞ。最後マジ危なかったな。なんとか勝ったけどさ、本当になんとか勝てたな。ここは、あー、そういえば葵ちゃん緩急くれてないよね。ちょ、葵ちゃんから緩急もらおう。スタミナはまあもう B あるから、とりあえず A を目指すものとしてこれでいいでしょ。一緒に練習か。最後どうしようかな、最後どうしようかなって。最後練習できるかどうか分かんないからね、そもそも。サクッといこう。で、146か。緩急はやっぱり取っておきたい。うわー、打球反応とか75で取れるからね。無理だな。緩急を取りに行くか、守備練習を1回やるか。打球反応の75はでも美味しいからね。お待たせ、守備練習やるか。最悪、同点のピンチです。もし余れば直撮りしよう。直撮りするか別のものを取るかは後で考えるとして、せっかくコツ5まで掴んであるんで。今泉第2球投げた。外角高め。ボール。カウント1ボール1ストライク。3球目ストレーク。1ボール2ストライク。これだけさ球種があったらさ絞れないでしょ。的を、まあ、宇田川進め進め。よし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 。だけどノーアウトは本当勘弁してほしいんだよ。今日は
尻上がりプラスこのこれはわずかに外れています。タイピング打ちっていう。バッターは5番戸田。今日は実際いくつになってるの？尻上がりってなんかプラス1くらいされるよね、変化球。タイピン20丸だからだいぶ能力上がってるはずなんだよね。カウント2ボール2ストライクです。打ちました。これはとりあえずアウトを取ってくれ。よし、富田くん、おお、パワー S とか。なぜそんなやつがいる。代打の神様かこいつは。しかしそんなお前も3球三振だ。ワンアウトか。なぜこうも打たれるかな。それがサクッとね、しょうがないところなんだけど。カウント1ボール2ストライク、投げました。ボール、カウント2ボール2ストライクです。端にカーブを決める。おお、ありがとうございます。本当守備陣にはね助けられるよ。怖い。おお、ファーストありがとう。よし、何事もなく終わった。最後はいや、これいいね、調子いいよ、かなり。これがまたタックが来てるね。守備連やっとく。57でかいな。57はでかいね。みずきちゃんがねやる気効果アップ確か 75% あるんで、だいぶ上がるよね。ちょっと待ってね、敏捷を仮に取ったとして、クイックはまず絶対無理。あ、そうだ、走者釘付けだ。八島今更だけど、75だよ。75で特能が1個取れるんだよ。これはでかいよな。で、他なんか使うかって言われたらポーカーフェイスはまずいらないでしょ。でバントのやつももう取ってあるから、バント封じ。他に敏捷ポイントを使うことといえば、キレは絶対取れないよね。だって7使っちゃったら。コツがあればな、キレも取れたんだろうけど。いやー、諦めるか。諦めて変化球57で無駄になる可能性があるんだよね、そもそも変化球ポイントが。ちょっと計算しないといけないんだけど、これで53で、あとはだ、取ろうと思えば緩急が取れるのか、エピローグポイントで。じゃあそうすると、とりあえず敏捷4いくつ手に入るの。7くらいしか確か手に入んなかった気がするんだよな。6か10。キレは無理だな、キレは無理だ。やっぱ打球反応だな。あんまり打球反応持ってるやついないからね。出た裏切りのバネキちゃん、サクッといこう。で、これはもう打球反応を抑えよう。よし、回復とか珍しいよね。回復ってアバタくらいしか持ってないよね。ペナントとかねやるんだったら回復欲しいんだけどね。でスタミナはとりあえず A にしておこう。コントロールもちょっと A にしとくか。技術点が足んなくなりそうだけど、そこはしょうがない。150。よし、とりあえずこれでいこう。見た目が良くなったね。いや、今回のピッチャーはかなりいいぞ。お待たせしました。さあ、恒例のノーアウト。あ、これ走られたな。1個ボールがついてるから。おお、際どい。自分で言うなって感じだけど。うわー、てかさ、ただ呆然と見てるだけだな。外角低めいっぱいストライク、まずは入れてきました。投球はこれから3球目。アウトコース高め、ストレートは外れても来ないか。ボール1ストライク。よーし、いいね。ホームで刺すのが多いね。ピンチには変わらずか。基盤もね、こいつもチャンス20丸のパワーヒッターって。わあ、危ねえ。三塁に行ったら犠牲フライになってたわ。第9投げた、初球に送ってストライク。
投げました。決まってストライク。オーケーオーケーオーケー。三振のとこ。プレー。一つ外してボール。カウントは。これも外そう。打った。セカンド。これよし、オーケー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 。とりあえずなんとか抑えた。ワンアウト一三塁。また木場か。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で木場。第2球投げました。2球目ストライク。うわめちゃ際どい。ツーストライクと追い込んだ。投げました。1球外したボール。カウント1ボール2ストライク。外れたボール。カウントは2ボール2ストライク。落ちるボール。オッケー。三振。第9球。マリンボールを角に決める。よくてボール。ダメだったか。2球目ストライク。第3球を投げました。打ちました。レフトへ飛んだ。え、走ってきた。マジか。追いつかれました。追いつかれてしまった。インコース低めストライク。まずは決めてきました。アウトコース低め空振り。これで追い込みました。アウトローボール。カウントはワンボール。プレー。よしよしよし。空振り三振。ボール球でした。まあしょうがない。1点はノーアウト 1,2 塁とか。もうしかも金原とかさ、アベレージヒッター持ってるやつら超嫌なんだよね。フォアボール。ボール。カウントワンボール1ストライク。第4球を投げました。インコース高め。よーし。空振り三振。最後は149キロストレート。初球はストライク。まずは入れてきました。ボール。カウントワンボールワンストライク。落とす。ストライク。よーし。バッター追い込まれました。最後高めで投げてくれ。ボール。振らない。カウントはツーボール。これ落とそう一回。低め。オーケーオーケーオーケー。やっぱりフォークだな。2者連続三振でピンチをしのぎます。打ちました。ファールボール。アンヌちゃんからもらったフォークのコツあんまり活かせてないよね。3だから。これは多い今のポテンヒットはなちょっと悲しかったな。外角高め見送ってストライク。宇田川まずは簡単に追い込んでいます。これはこれもフェアか。ポンポポン打たれんな。これで追い込みました。1球外してボール。カウントは1ボール2ストライク。さあこれを流し打ち。3本外したつもりだったんだけどな。回ってくるね。やっぱりちょっとスタミナが打たれてるからなくなってきたな。根性もないしな。これも空振り。これで追い込みました。投げたボール外へ。これは外れます。うわ出るスライダー。1ボール2ストライク。打ちました。あー今の取れなかったか。ストレートはもうちょっと頑張ってくれよ。2ストライクです。おーいいね。さすがだよ。暁大の守備陣。内角低めいっぱいストライク。投げた。てかさ、イベントしとかさ、あ、しまったしまった。話してて全然カーソルを動かしてなかった。カウント守備どうなの？フォーク空振り三振。とりあえず6回は投げ切ったけど、うおまだか。もうスタミナないよ。これは交代だな。ここで4失点か。やはり最後は厳しかったね。48か。すまんな、俺のせいだ。まあここで経験点をもらっておいて、で先発でいきましょう。中継ぎと抑え全然作ってないな。でエピローグ経験点結構くれるはず。96とかだっけ。いやーいいね。やっぱりほんと感謝ですよ。7400、投手で7400はいいね。まあ、甲子園の決勝がもう少し投げられてれば7500もいきましたけど、かなりいいサクセスにはなったな。またで、あとはどうするか。変化球、変化球ポイントどうしよっか。これうまく使いたいんだよね。やっぱりマリンボールをちょっと上げる。上げられる。そもそも上げらんねえし肉45か。結構かかるね。フォーク骨あるとやっぱりでも結構違うね。結構違うって言ってもそこまで違わないか。ちょっと一回これやると46か。特能に当てたいけど、変化球を使う特能ってまずキレが絶対取れないでしょ。敏捷がないから。キレってなんで敏捷が必要なんだろう。よくわからんな。これで80使うと
緩急を仮に直撮り、あー低めとかも欲しいんだけどな。技術が若干足りないからリリースを取って、あジャイロボールいいね、欲しいね、ジャイロボール取ってあカチューも欲しいね、取って、あで対強打者も欲しいね、あこれでいいわ。精神がめちゃ余ってんな根性は絶対取るでしょ、精神が余りまくってっから。であとはもうスタミナを上げていくしかないか。まあうまく使ったといえばうまく使ったかな。であとスタミナポン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 と上げてって、精神がやたら余る。なんかある？逆境とかって25も使うのか。筋力、筋力25はちょっともったいないよねやっぱり。まあ精神余りになるのは余剰兄弟がいるんでしょうがないっちゃしょうがないっすね。最悪タイピンとか直撮りでもよかったかな。コンボイベントをタイピンじゃなくて別の特能を取りに行ってもよかったかもしれないですね。まあちょっと精神がだいぶ余っちゃいましたけど、S4 かや。まあでも能力的には全然悪くないんで、もう一つね金徳があるともしかしたら違ったかもしれないですけれども、まあ、かなりいい投手には仕上がったと思います。だこれが野球マン1号と野球マン2号がもし加わってくると折り変かぶりっていうのがねなくなってくるんで、もうワンランク強い選手が作れるのかなと思います。野球マン3号よりはちょっと1号2号の方がどっちかって言ったら欲しい感じはしますね。なのでまあ1号2号どういう形で出てくるか分かんないですけれども、まあ、もし出たら取れれば取りに行きたいなと思ってます。というところでじゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。